がなくても効率よく飛ばす方法、力のない方っていうかね、体が硬かったりとかですね、上のトップの位置、ここで力んでしまうんですね。ここで力んでしまうと、スピードがなかなか出ない、抜けているようでいて入っている、この展開どういう風にイメージしたらいいかということですね。シャフトのしなりで考えてみると、こういう風にシャフトがしなる瞬間、この後には一回力をふっと抜くんです。このしなった時に抜く、この瞬間抜いてあげて入れる、入れと抜きの関係性があるんですね。ずっと力を入れるんじゃないんです。そうするとトップが勝手に導かれる、この瞬間抜いてあげる、そうするとクラブが勝手に、トップの方に向かっていく。あとはクラブに任せるようにしてトップに向かってください。ずっと力を入れるんではないということですね。ですからここのトップの位置で一瞬力を抜いてまた入れる、抜いて入れる、この関係が分かれば割と低い力がなくてもね、シャフトのタイミングを利用して飛距離を伸ばすこと、簡単にできます。入れてここで1回抜いてください。だから本来はですね、入れた方がずっとこう背中に力を入れてた方がいいんですが、やはりそこまでねパワーがないという方は一度ここで抜いて、それからまた入れると、このような関係で、スイングしていくと。自分の中にクラブがつながってなくていいんです。一度離れてから力を入れる、入れ抜いて入れる、このタイミング、これがとても大切になってくるんですね。ずーっと入れっぱなしじゃないんです。一回クラブが体から離れるような感覚ですね。入れて、ここでまずは入れて抜く、この関係ですね。入れて、力を入れて抜いてまた入れるというかね、こういうタイミングを作ると、割と力がなくてもですね、タイミングを測って、力の入れる瞬間を作れますから、飛距離を伸ばす、そんな感じで練習してみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフメールマガジン、 YouTube では伝えきれない内容を詳しく限定動画と文章で解説、定期購読はもちろんバックナンバーのみでも購入可能、メールマガ登録よろしくお願いいたします。そして原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。